ボールパークポーチ、トラッドのドープラッドトーキング。皆さんこんばんは、トラッドの近藤孝之です。こんばんは、トラッドの諸大輔です。今週もドープラッドトーキングスタートしましたね。爽やかに聞いてる、爽やかによく始まりますよ、ね、ガールズ聞いてる。いや調子いいな、調子いいな。いやもうね、俺は笑いこらえるの必死だよ俺。なんでですか。いやだってオープニングのだってなんか文言がなんか面白かったんだもん。だってボールパークポーチ。そうすごい。どこが、え、ボールパークポーチって小野さんの口から発せられたんですよ、さっき。なんかさっきの時間で、さっきの時間で、さっき雑談で、雑談してましたね。まあ打ち合わせ的なことをね、まあラジオの前にしますけれども、はい、ボールパークポーチっていうのは、はい、最先端の技術なんですよ。なるほどね。僕は、うん、使ってますボールパークポーチ。ボールパークポーチをね、うん、で、すごく快適だから、うん、近藤君にも伝えたかった、うん、上手だね。上手だよ、すごく伝え方が。もう至極素晴らしい。なんでそんな笑ってんだよ。いや俺が悪いみたいになってるけど、うん、皆さんこっちは真剣なんだよ。こっちだって真剣なんだよ。みんなにも進めたいんだもん。進めたいんだろ、うん、だから詳細言いたいんだけど、はい、皆さん ボールパークポーチでちょっと検索かけてみてくださいよ。何かが分かったら僕側になってくれるから、みんな多分。なるほどね、味方になってくれると思う。いや、うん、違うんだよ、うん、だから、うん、近藤くんに勧めてるんだから。俺に勧めてんの。そうそうそう。あ、リスナーさんに勧めてんじゃないんだ、ボールパックポーチ。だからね、うんうん、カナダ発の革新的アンダーウェアに搭載された機能だわ、うん、うまいこと言うね、うん、うまいこと言うねっていうか事実を述べてんの。そう、ボールパックポーチ SAXX と書いて、うん、サックスって読むんだけど、サックスっていうブランドの、うん、アンダーウェアが、うん、もうすごく快適なの。あ、そう、すごい力説されててね、さっきね。でそれに、うん、搭載されている最先端の技術がボールパークポーチなの。分かったっつうんだから。詳しくは言わないけど、そこを掘り下げてほしいって言ってんの俺。履いてほしいのあなたに。だから履く前にそこを掘り下げろっていう。ラジオってそういうもんだろって。だってホームページにさ、ボールパークポーチを体感せよって書いてるんだよ。分かったから、じゃあもう、うん、各々で皆さん想像力を働かせてくださいね。わかりました。まあでもこのね、タイトル、はい、タイトルで何か言うじゃないですか、いつも。はいはい、ああ、言いますね、はい。前回ね、うん、カウントダウン、いや言ったんだよね、うん、そうそうそう。これね、うん、でもすごいですよね、うんうん、そのラジオ本編のことを予言するかのよ、うん、おー本当だよね。最初のオープニングの一言っていうのは、うん、全部収録した後に撮ったんですよ、うん、そうなんですよ。2本目はね。そうそうそう。で今回第3話なんですけど、うん、今回は急に決めました、うん、急に。そうだね、そうそう、臨機応変に行くのがこの番組のスタイル。そうなんです、うん、でもこの最初の一言ね、結構その回のキーワードになるんで、うんうん、あ、そっか、うん、これがこう今回の軸になってくるわけだ。軸になってくる。ボールパークポーチが、ボールパークポーチが予言ですから、皆さんね、聞いててくださいよ。そうなるか分かんないですけど、うーん、それでは始めてまいりましょう。ならないだろうな。もう終わりだろうな、この話。トラッドのドープラッドトーキング、今日も最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。トラッドのドープラッドトーキング、改めまして近藤孝之です。はい、小野大輔です。急にさ、その合間で作家と喧嘩すんのやめてくれ。喧嘩はしてないよ。おい、メールさせよ。絶対させよ。メール何通あんだよ。いや、盛り上がったらさしますよみたいな、なんかやめてよ、俺がハラハラするから。いや、うん、さ、はいはい、僕らは、はいはい、そのフリートークが盛り上がっちゃうと、はいはい、読まないじゃん。あ、まあね、そう、数をねこなせないっていうとこありますから、ね、うん、1個のメールで10分15分喋っちゃうからさ。まあね、そうそう、よかれと思ってやってるんですけどね。いい加減にしなさいって話。あ、そう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 、ね、うん、だからさせよって言ったわけね、うん、じゃあ、うん、いいところでさせよと。メール何通あるのって聞いたの。お、聞いたんだ。聞いたら、いや盛り上がったらさしますよ。いや、何通あるか聞いてんだよ。だから喧嘩すんなって。そしたら始まった。俺もただそれを旗で聞いてるから俺ドキドキする。
どうします、うん、メール読みたいじゃん。でも読みたいね、読みたいよね。あの掘り下げもしたいけど読みたいですね。そうだよ。あ、そう、小野さん何ですか。ちょっと唐突なフリートークで申し訳ないんですけど、うん、何何3月末にライブがあったそうで、うん、そうなんですよ。スペースオデッセイ、はい、調布の武蔵野の森総合スポーツプラザの方で、あ、またあそこで2日間、はい、やってきました。でかい箱ですよね。そうだね、うん、いやまあでもね本当に、全部出し切りました。あ、まあライブ2月にねやろうとしてたんだけど、うん、その大阪公演を中止にして、はいはい、でも満を持して、うん、3月は東京公演をやろうと、うんうん、で本当にでもね、感染対策もう安全へのその考慮もう全部徹底してやって、うん、お客様をね、うん、準備してたね、うん、まあでも本当にやりきりました、うん、来てくれた方々もね本当になんかねそれぞれの人のその日常がすごくね、うん、なんかこう頑張ってくれたっていうその思いが伝わってきたね。それはそうだよね、うん、本当1年耐え抜いてこの場を迎えてるわけだから。そうだね、来たくて来たくてしょうがなかったでしょうしね皆さんね、うん、まあ、例えば医療従事者の方であったりとか、うん、まあ、例えばお勤めの方もずっとリモートで頑張ったりとかね。そうだね、うん、だって主婦の方だってさ、うん、ずっと家で家事もやってでも外に出られないっていう状況ですよ、うんうん、本当に大変だったと思う、うん、学生なんかあれだぜ学校行けないんだよ。本当かわいそうだよね、あの受験生の人とかね。そうなんだよね、本当にすごい。なんかでも、ね、そうそう、なんかそういう人たちが、うん、そのもう社会にいる、うん、もう全ての人たちがそれぞれの日常頑張って送ってくれたから、うん、我慢して頑張ってここまで来てくれたから、うん、ライブができたと思って、うんうね、うん、うん、だからライブの中ではね、うん、お疲れ様でしたっていう言葉と、うん、頑張ったねっていうのを伝えて、うん、なんていうんだろうね、今ライブやる意味っていうのをすごく、うん、うん、自分でも感じたし、うん、うん、やれてよかったなって、まあね、今思ってます。今までのライブとはもう、うん、一味も二味も違ったね、意味合いが乗っかったよね、うん、きっとね。そうだったね、うん、いや本当に言葉を借りてありがとうございました、うん、はい、まあ、そんなわけででもね、その、うん、宇宙を題材してたから、うん、未来へ進もうっていう、うん、未来へ飛び続けようっていうメッセージを最後に送って、うん、ライブを締めたんだけ ど、うん、なるほど。だからこれからのライブを考えなきゃいけないんだよ。そうか、うん、だからトラッドですよ、トラッド、あ、トラッド、どっちでもいいや、うん、どっちでもいい、どっちでもいいんだ、トラッドでもトラッドでもどっちでもいい、どっちでもいいのか、トラッドもうライブやりたいよね。そうだね、やりたいね、うん、それやりたいですよ、うん、すごいね。でも自分のライブ終わった直後にまたそういう意欲が湧いてくるっていうのが、うん、同い年の俺からするとちょっとねすごいなって思う、うん、いやよく動けるなと思ってさ、うん、俺もう体動けないし、うん、なんかこうなんつったらいいんだろうな、同世代があんだけこう歌って踊ってるっていうのを見てすごいと思ったよ僕は。おお、だからありがとうありがとう、すごいじゃん。ライブ終わってすぐまた新しいライブやりたいなっていう、そういう若い感覚がすごいなって思うの、うん、いやでもさ、うん、音楽ユニットじゃない、うんうんうん、トラッドは、うんうん、ライブやっぱやんないとさ。いやもちろん、いや俺はやる気満々なんだけど、うん、すげえなと思ったのよ。だから連続してさ、おお、連続して、連続してよ。え、来月ぐらいやんのそれ？わかんないじゃん。そんなすぐはできないよ。そんなすぐできないの？だって曲もね、まだ発表してないのにね。そうか、そうか。曲発表してないのにライブやりますっていうのもなんか。いやだから、あ、今だから整理整頓できたね、はい、つまり曲作んなきゃいけないんだよ。そうだね、まあ、実際作ってる途中なんですけれどもね。そうですね、うん、そうですね、うん、何曲かね、はい、もうレコーディングも実はね済んでますからね。そうなんですよ、うんうん、どうイメージできる、え、どんなライブやるかって。どんなライブやるかイメージ、うーん、できないなまだまだ全容が見えてないからアルバムのね、うん、多分ね、うん、俺が、うん、その、うん、どん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 その前に進んでるってよりは、うん、近藤くんがすごいこうずっと立ったまま、うん、つって今上を向いてる感じ。ちょっと待ってよ、誰が佇んどんねん、佇んでる感じ。ちょっと待って、立ち止まってないよ。
俺だって前向いて走ってるよ。でしょ、うん、走ってる走ってる。まあでもさ、そのお客さん呼んでっていうところもあるし、うん、例えば配信でもやれることはいっぱいあると思うし、そうだね、うん、ダンスもそうだし、うん、どんな見せ方するとかさ、うん、パート分けとかさ、あとは、なんかあれじゃん、俺と近藤くんってやっぱキーが全然違うから、そうだね、なんかそういうあのハーモニーとかも作れたらいいなとかね、考えるよ。そうですよね、どっかでユニゾンじゃなくてね、ユニゾンだけじゃなくて、とか、あとあなたあれじゃん、ラップ好きじゃん。ラップ好きですけどもね、今回そういうのが盛り込めるのかどうかっていうところもね、はい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 、気になるところだけれどもね、ね、やりたいことだらけですよ。ミニアルバムじゃ収まらないんですけれど、ああ、やりたいことフルにするじゃあ。いや、こっからこっから軌道修正っていうのもやっぱりポニキャンさんの方も大変だと思う。ポニキャンさんがね、そう目を合わせない、ね、そう目を合わせないっていうのは大概なことなんだろうね。まあでもまずはミニアルバム6月16日発売予定なので、そこに向かってよろしくお願いいたします。はい、進んでいきましょう、はい、お、メールさせてくれた、いいんですか。ありがとうございます。さあさあさあ。なんかちょっとなんか分かんないけど、立場が前回の番組と全然変わってるんだけど、なんかラジオネーム、はい、カエルマタジロウさんからいただいてます。ありがとうございます。近藤さん、小野さん、こんばんは。こんばんは。新番組開始おめでとうございます。ありがとうございます。私は地方出身のため、芸能人の名前やグループ名のイントネーションが思ってたやつと違うということがよくあります。ほう、はあ、すごいタイムリーな話題ですね、うん、お二人も西日本出身ということで、うん、気持ち分かってくれるといいな、うん、かっこわら、うん、トラッドはどう発音すればいいのだろうと思いながら紹介の放送を聞いてみたら、関西弁でトラックと一緒だと分かったので一安心です。これからの放送楽しみにしてます、うん、ということで、トラッド、ね、トラック、うんうん、やっぱ名付け親ですから、なんかすごいトラッドだろうみたいだね、はい、うん、あの名付けた時はすごい勢いでトラッドだよって言ってたからね、うん、俺は大変大層萎縮してやっぱり間違えないようにすごい気をつけてる俺は。そうね、その、うん、その結果、うん、今日ね、うん、どちらもいいよ。ああ、どちらもそうそうそう、俺が一番びっくりしてる。でもほら、だから前も言ったと思うんで、いろんなところで俺言ってんだけど、うん、ビーズかビーズかは、ね、多分ご本人たちはどっちでもいいよって多分言ってくれると思うんだ。そうだね。で、うん、ファンの人がビーズですってすごい言うけど、どっちでもいいじゃん。そうだね、うん、ビーズの方がなんならちょっと定着してる感じするもんね、なんかね、うん、でも俺たまにビーズって言った時にビーズですって切れるって遊びはやるけどそうだね、主にアベマの番組でよくやるんだけど、やりがちだけどね。いやいやいや、だからトラッドも、うん、トラッドって言っちゃったら言っちゃったでいいんじゃないかな。あ、そうだね、うん、呼びやすい呼び方でって、それでいいですか。うん、うん、全然いい、オッケーオッケー、うん、じゃあそうしましょう。はい、うんうんうん、決定しました。はい、じゃあ2通目のメールをご紹介したいと思います、はい、大仏葵さんからいただきました。はい、小野さん、近藤さん、そしてスタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。まずはお二人ともお帰りなさい。ただいま。とても嬉しいです。そうかい。またユニットを組まれるという話を聞いて驚きすぎて固まってしまいました。そうなんだ。ポニーキャニオンからの発売とのことで、福山 CEO の後輩になるんですね。お、声優仲間からは声をかけられたりはしましたか。友達からはおめでとうとお祝いを言ってもらいました。また6月にはミニアルバムが発売となり、そちらも楽しみにしておりますとのことでございました。うんうん、ということで、福山 CEO の、あ、弊社のね、福山 CEO の後輩に当たると。近藤孝之所属のブラックシップ、うん、まあ声優事務所ですな、はいはいはい、その事務所の社長が福山潤。そういうことになりますね、うん、福山 CEO って呼ばれてんだ。あの弊社はそうなんですよ、社長という呼び方じゃなくて、うん、確かあの名刺にも CEO って書いてあるから、それ以外で呼んじゃいけない、ね、ちょっと水を差すようなんだけど、水差すやめて。っていう字面ってゲオと似てない、うん、すごい水の差し方してくんじゃんかよ、福山ゲオだよ、ね、いじってる、あー、いじってる、弊社のトップを弊社トップをいじってそうやって、あの思いついちゃったこと言うから言うから、いいよ、激しく突っ込んでください。言っていい、分かった分かった、罵ってください、うん、僕をバリ雑言で、それはレンタルショップやろって言うから、
なんだろう、すごい優しいよね、うん、い言い換えるとあの生ぬるいダメ出しすんなよ3回目でダメ出しダメ出しそうね、うんうん、いやダメ出しはねしていくよ、うん、やめてくれって。だって面白くしたいもん。面白くじゃ、まあ、面白いんだけどね今でも十分そうだ、ね、あなたが異次元を繰り出した瞬間にすぐ言うから俺、うん、そうだから、うん、こんちゃんも俺がなんかわけわからんこと言ったら激しく来てください、うんうん、それは全然だって俺のやり方があるから。それああもう全然アクリルを殴ってください。いやひどいなこのアクリル板を。乱暴者じゃないですか俺ってことで、はい、でもさっきさちょっと時くんと会ったじゃん。おういた ね文化放送にレーベルメイトで先輩に当たりますから時くんもね。レーベルメイトってヘーベルハウスに行けるよね。言ったなふざけんなよ。なんだよ。うわ来た。ジビーまで来た。うわびっくりした。来たじゃねえよ危ないぞ。アクリル。もうそれは。アクリル殴ってきたよ。それは訴訟問題だからな。びっくりした。自分で殴ってほら自分で。自分で効果音自分でやってんだからね。ずるい男になったな。あ危なかった。アクリルがなければやられてるところだった。本当にやめてくださいよ。風評被害もいいところです。時くんいたね。時くんいたよね、はいはいはい、先輩に当たりますからって言ってね、うんうんうん、俺はもう先輩おはようございますって言ったらやめてくださいよってなったけど小野くん おうみたいなね。やっぱり貫禄がだって後輩じゃん。そこはすごく真っ当なことを言うんだ。時くんの方が良かった。え相方時くんの方が良かったね。突然なんだよ。時くんの方が良かった。気持ち悪い。気にしめて声こんでやめろって。ああ俺のイメージだけが下がっていく。旦那さんが暴力振る。ごめんなさいね。アクリル板こんな風に使っちゃってね。すいません向かおさん。いやでも、はい、レーベルメイツっていいね響きとしてはね。そうだね、うん、仲間が増えた感じがして急に、うんうん、本当そうだね、うんうんうん、嬉しいことですよ。本当に良くしていただきたいと思います、うん、よろしくな時先輩。はい、はい、あじゃあもう一つもう一つ読んでいって、はい、ラジオネームみまっちみまっちさん、小野さん近藤さんこんばんは。こんばんは。お二人のラジオを聞くのは、DRTまあ、ドープラットトーキングですね、うん、ドープラットトーキングの初回放送が初めてだったので、うん、こんなにゆるい雰囲気なのかと驚きました。ちょっと待ってちょっと待って、うん、私のイメージではですね、私のイメージでは、うん、小野さんは滑ってもボケ続ける頑張り屋さん。よ頑張り屋。お頑張り屋だよ俺は。小野屋さん。そして近藤さんは、はい、的確なツッコミをするおけど超天然という感じ、まあ、なのでこれからもっとお二人のことを知っていけたらいいなと思います、うんうん、なるほどね。コーナーも面白そうなので楽しみにしてます。いやいやちょっと悪意あるな。だってよ読み方に悪意、ま、喧嘩すんなってたから。おおそうなんだ、うん、おおこういうイメージなんだね。なんだろうメールをよく読もうとすんなってなんかそこになんか答えはなんか、ね、ごめん近藤くんが刺さってるんだけど俺すごく意外で両方とも。あ本当そうなんだって。あまあまあまあ近藤くんがツッコミなイメージあんまないんだよね。あでもなんかツッコミって言われることあるかも。だってポニキャンの井上さんもなんか近藤さんツッコミですよねっておっしゃってたよね。あーそうなんだ、うん、あれ一緒にいたけどなんか聞いてなかったこと。俺の印象は、うん受け止めっていう感じ。なるほどね、うん、もっと来いよもっと来いよってあの言ったことを全部スパッてこう、うん、あのキャッチャーみたいにスポッてこう収めてる感じ、うんうん、ナイスバーッそうそういい音だねそうねそうそんな感じナイスバーッってことそんな感じがしたんだけど、ねうん、あでもそっかこれはでもね、うん、真摯に受け止めます、うん、こういう評価だというですね、うん、これからお二人のこともっと知っていけたらな、うん、ぜひぜひ、まあ、そのためにコーナーがあるんでね。あそうですね。はい、これからもですね私たちへの質問疑問やってほしいこと何でも OK です。メールをお待ちしております。トラットのドープラットトーキング。トラットですけど何か。我々はすでに約20年の付き合い。ユニットは新しく始動するとはいえもう知らないことはないはず。ということでこのコーナーではお互いの思考や好みを当てるクイズに挑戦してまいります。おいと言いつつもね前回は不正解だったわけなんですけれども、うん、そうですね、
小野先生は、ね、うん、惜しいところまで行ってましたけどね惜しいところまであれは正解じゃないの全然違うよ純全体の正解グレートムタはプロレスラーでしょだってそうなんだけど、ね、すごい厳密なんだもんね武藤刑事じゃないとダメですみたいなまあ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 でも、うん、これをやると確かにお互いの趣味思考が初めて聞いた人にも分かってもらえる、うん、っていうのが前回分かったんだ、そうだね、ぴったんこ感が目指していこう、もし、うん、やりましょう、行きましょう、しかし古いねぴったんこ、今もやってないっけ、あ、いや、やってたっけ、うん、じゃあまずは僕が出題者になりますので、こんちゃんは僕が何て書くかを読んで当ててください。こちらラジオネームなごみさんからの問題です。私のチャームポイントは何でしょう、はい、あ、簡単だよね、ポイント。ちょ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 、ポイポイポイ。今のは気にしないでください。うん、全然気にしてない。うん、そもそもね。ちょ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 、ポイポイポイ。気になるなその歌。なんなんだよ。なんか原曲あんのかそれ。気になってねえふりしたけど。気になるな。ちゃんぽいぽいって何なんだよオリジナルの僕オリジナルのジングルですびっくりしたじゃないとね著作権があれだからさあ私書けました、はい、はい、では私も書けました、はい、では答えを見せてくださいどうぞ。これしかありません。富士美体。うわほうすごいほう正解ですね、はい、肌の白さです。全然違うやんしっかりしてんな振りと落ちがしっかりしてあるわ。逆によく見てるねでもね。富士美体綺麗だよね。富士美体なんですよ。そうそうそう。よくね昔若い頃のポンパドールっていうんですか。やってたね、ここ結んでそう、ね、ダッカールで止めてるっていうのよくやってたんですけど、うん、そうするとねここはね本当ベジータみたいになるんだよね。そうそう、うん、ベジータかって思ってたいつも、うん、クソタレがってよくやってたこの海は地獄だってやってたよくちょっと今のはこう裏切らない俺の知らない作品だったからちょっとベジータまではあれだったんだけどちょっとっ富士みたいではない人なんだよない人ない人のやられても困るんだけどセルフでボケてセルフで突っ込んですいません、ね、とんでもないとんでもないさあ近藤さん、はい、近藤さんも出題お願いします。わかりました。今ゼロポイントなんで、ね、はい、こちらラジオネームなめらかさんからの問題です、はい、私がコンビニでついつい買ってしまうものとは？こんちゃんがコンビニで買ってしまうもの。あ、もう完璧。これ、はい、書きました。なんだろう。答える方より出題者の方が長いっていう。ちょっと分かんない。なんだろう。はい、書きました。はい、はい、じゃあ僕いいですか。どうぞ。一番くじ。ああ、なるほどね。はい、これもよく買ってるでしょ、うんうん、正解は雑誌です、はい、ねえ普通残念本屋で買えよ。なんで本屋で買ってくれよ頼むから。コンビニの方が気になるもんだってなんかあれみたいな。あ、なんだっけ面白そうなの並んでるじゃんいっぱい。あれあの、うん、ゴシップ例えばゴシップ雑誌買うんだ。地獄を見た女芸能界編みたいな実はナックルズみたいなやつでしょ。そうしかももうちょっとおしゃれな本がいなよなんか思い出食堂とか。あ、それは俺も買う。買うでしょ、ね、そう、うん、今のところ、正解ゼロなんで、うん、頑張りましょう、続いてこちら、うんうん、ラジオネームレオナさんからの出題。言われて一番嬉しい言葉は何でしょう。僕が言われて一番嬉しい言葉。なるほど。うん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 。あ、これでもむずいね。むずいよね。むずいね。なんかありきたりのものだとやだしね。うん。小野くんが一応、あ、これ難しいな、うんうん。言われて嫌なことはいっぱい知ってんだけど、言われて嬉しい。言われて嫌なことは知ってんだ。言われて嫌なことも後でやるじゃん。やめとこうぜ、うん、それやめとこう、やめとこう、やめとこう俺もなんで今そうだよ言わせようとしたんだろう、はいはいはい、はい、行きましょうか。どうぞ。私の答え、おなくん器がでかいよ。ほう、うん、心が広いってこと。心ですね。そう、
はい、正解ですね。あのいつも見てますこれあの僕の作品のことですね。作品ね、うん、作品愛のね。もうこれは、うん、その例えば時くんとかもね、うん、よく言ってくれるのよ。あ、はいはい、うん、めっちゃ嬉しい。若い声優さんがね見てました見てましたとかね、それ時くん僕にも言ってくれるから。そう、自分の作品を見てくれてる。そうね。でもあの、うん、これは今、うん、近藤くんとは通じ合ったけど、うん、でもあの答えとしては今合ってなかったから、うん、ブブーです、うん、あー近藤さん最後お願いしますよ。決めましょうね、ね、僕も決めるんで、もうぜひ、はい、頼むよ頼むよ、うん、お願いね、うん、よし行きましょう。ラジオネーム黒百合さんからの問題です。春夏秋冬どれが一番好きですか？あ、4択だ大ヒント4, いや4択なんだけどヒントはないだろう。ないよ、ま、絶対これヒントなくてもう当てて。近藤くんが好きな季節でしょ。もう頼む、これはほんと頼む。うんとね、これは当ててほしい、けどね、これまでにこの話したことないんだよ実は20年近く確かにいろいろと喋ってきたけど。なあなあ小野くん、季節でどの季節が好き？いきます、いズバリこれ秋。秋、よっしゃ、これ見たことか。いや四択だから殴んなって俺が殴ってる風に思われちゃうからということで正解でーす。やりました、初の正解が出ました。4択でやっと正解です。さすがじゃない小野くん。いやでもね、うん、あの春は花粉症あるし、そうそう、夏は暑いし冬は寒いから絶対秋だそんな単純な理由じゃないけどそうなの、秋はなんで好き？趣があるから。趣があるからでした、すいませんでした今日は以上です。このコーナーではリスナーのあなたからの問題募集しております。ぜひ僕らのどっちが読んでもいいような問題にして送ってくださいね。以上、トラッドですけど何かのコーナーでした。トラッドのノープラットトーキング、お送りしてきましたトラッドのノープラットトーキング、本日の放送も間もなくお別れのお時間となりました。この番組ではメールを常に大募集中、質問から希望、要望、コーナー宛てなどどんなことでもいいのでぜひ番組宛てにメールしてください。おい、メールアドレスは trd@joqr.net trd@joqr.net です。そしてここでトラッドからのお知らせ、うん、ファーストミニアルバムトラッドが6月16日に発売、初回限定版、通常版、そしてキャニメ限定版の3形態での発売です。各店舗でのオリジナル特典もありますので詳しくはトラッドの公式ページをご確認ください。はい、ということでですね、うん、なんと、はいはい、次回ミニアルバムの新情報が解禁されるそうです。これは楽しみですね、我々も楽しみです、はい、解禁ですよ、うん、昨今だとモンハンでしか使わない言葉です、解禁なので。そうでも確かにそうかもしれないな。ついに全貌が、はい、全貌が、いやちょっとずつだそうです。小出しにしていくよ、チラッチラ見せていくから、ね、そうですね、チラリズムの方がね、うん、新しい曲聴けるかもよ。やっぱりそういうことですよね。イントロだけとかね。イントロだけ。デアゴスティーニみたいだよ。そうだね。生殺しだよ。だけで、うん、A メロの1行だけ聞いていただきますとか。初回だけめちゃめちゃ安いね。1巻目だけ200円。そう200円。そんなんじゃない。いや大丈夫です、はい。次回ミニアルバムより1曲ね。はい、皆さんに聞いてもらえるということですよ。そういうことですね、言っちゃうと。楽しみにしててくださいよ。ぜひぜひ、はい、そんなわけでですね、このラジオの感想など、はい、ハッシュタグ TRD の DRT でつぶやいてください。よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いいたしましょう。お相手はトラッドの近藤孝之と小野大輔でした。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。